アレクサンドル・スタリエヴィチ・ボローシンは、ロシアの政治家。エリツィン時代に台頭し、エリツィン及びその家族、側近の権益の保護者であった。プーチン大統領就任後も、セミヤーの代表として、大統領府長官として、プーチン政権に、絶大な影響を誇ったが、白引きの台頭に従って、セミヤーやオリガルヒが切り崩され、2003年10月、ボローシン自身も、 大統領府長官を辞任した。その後、統一エネルギーシステム取締役を経て、2008年12月26日、ノリリスクニッケルの取締役会議長に就任した。2010年6月28日に開かれた、同社株主総会において選任されず、新会長には、バシー・リーチトフが選任された。パポは、ナディア、ベローシンネームド、ノリイルスクチェアマン。 http://www.themoscowtimes.com スラッシュアーティクルスラッシュ600スラッシュ42スラッシュ373418とトエ HTM2008 年12月30日閲覧ノリリスクニッケル新たな対立が生じる HTTP ニュースファイナンスヤフー COJP リテール 2010万630から1434万 8055SCNF ワールド2011年3月10日閲覧ありがとうございます。